時間がピンチになっちゃったので、ここで朝ごはんを食べたいと思います。めっちゃ吸ってる。これは私が好きなパスタスープです。荷造りが終わりました。ちなみに今日の朝ごはんはこれ。食べたことないんだけど、どんな感じ？食べたことある人いますか？何が入ってるの？これ生クリーム？あまり中身がよく味しない。このコップはユイナに誕生日プレゼントでもらったやつです。かわいいでしょ。ねえ、ユイナがさ、ちょっとユイナの話題になっちゃったんだけど、髪の毛切ってたじゃないですか、ユイナ。マジでかわいすぎてね、もうかわいくね、もうあの本当に本当にかわいかったです。もう切って正解。一回さ、ここぐらいまで切ったじゃん。であれめっちゃ可愛かったんですよ。でも私は絶対ユイナ短いの似合うなと思ってたんですね。やっぱ案の定似合ってましたね。本当に可愛かった、ユイナ。朝ごはんはパンのことが多い。朝ごはんは、いや、パン今日久しぶり食べました。めっちゃうん、同じくらい、パンとご飯は同じくらいですね。
うございます。パッキングは、うん、多分完璧だと思う。多分ね。ポニーテールそう、学校なんでね。いつも前髪いい感じでしょ。ポニーテールにしてくれてありがとう。ブリシャブ食べたい。昨日はブリシャブ食べたんです。めっちゃ美味しかった。ブリシャブも美味しかったけど、あの刺身が美味しかったですね。刺身、刺身。刺身、刺身。刺し、なんて言ってるっけ私いつも。刺身って言ってる。刺身、みんなどうですか。みんな刺身。なんかね、発音が違うんだよ一人だけ。わさびは大丈夫ですか。わさびは大丈夫じゃない。大丈夫じゃありません。わさびは食べれません。辛いです。福岡の甘い醤油で食べるブリの刺身最高。そう、福岡ってね、甘い醤油なんだから何でも美味しいよね。醤油、うん、お寿司もわさびつけれません。卒論が終わってハッピーだよ。だって学校行ってくる。行ってらっしゃい。私も学校です。私も学校。今頃なら、私いつも学校着くの早いんですよ。歩いて行ったりとかしてたら、今頃だ、多分今頃もう学校着いてるくらい。福岡の醤油買って帰ります。だってあれだもんね、福岡の醤油美味しいってさみんな言うじゃん。あ、ヨーグルト食べます。私の好きな普通の無糖のヨーグルトにフルーツ、あの冷凍フルーツ。これ冷凍フルーツがさ凍ってるから、蜂蜜かけたらね、蜂蜜もね凍るんですよ。それが面白い。凍ったかな。あ、凍ってる。私はヨーグルトが大好きです。名古屋で美味しいご飯食べたら教えてね。教えます。食べに行けるか分かんないけど。食べに行けたら
最悪、ここに椅子置いたまんまだった。この押し入れの中の高いところを取るときにこの椅子使うんですよ昨日ちょっと上から取り出すものがあったの、使ってたの直してない。これは本当はドレッサーの椅子です。福岡タワーのクリスマスマーケット行ったスケートがある。いや、行ってない。行ったことない。私は博多駅、天神、中央公園の3つしか行ったことないんですよ、まだ。福岡タワーのところもね、気になってたんだよね。ちょっとクリスマスマーケット巡りしたいです。巡る。クリスマスマーケット巡りたい。うん。明日の夜楽しみにしとるようだって。もう服も全部決めたのでお楽しみに。今空港に向けてドライブ中。頑張れ。マシュマロ焼きあった。マシュマロ焼き天神にもあったな。マシュマロ焼きね。あ、さあ、なんかこの間リハの周年リハの時にこうバンドさんと一緒にリハした時があったんですよ。その時になんかバンドさん待ちでちょっとリハの合間にこう休憩時間があって、合間時間、バンドさん待ちの時間があって、うん、そこでクリスマスマーケット行く時間なんかめな1時間以上あったんですよ、時間が。だからクリスマスマーケットとか行けるかなって言って、みんなで急いで行ってクリスマスマーケット行ったんですよ。その時にめっちゃでっかい、でっかいのが2個くらいあるマシュマロをさあちゃんが焼いて食べてました。そう、明日は何コーデ、明日は何コーデ、でもクリスマスの服を着るので明日と明後日はぜひクリスマス感を味わってくださいね。みんなクリスマスっぽいやつ着そう。やばい、58分だ。了解です。ごちそうさまでした。よし、ちょうど食べ終わったのでランキングを読んでいきたいと思います。13位ザキザキザッキーさん、ありがとうございます。12位西健さん、ありがとうございます。11位マハマロさん、ありがとうございます。10位チョコレモンさん、ありがとうございます。9位ワタツさん、ありがとうございます。8位カードミトさん、ありがとうございます。7位ヤスヒロさん、ありがとうございます。6位快速特急さん、ありがとうございます。5位近くさん、ありがとうございます。4位香りっぺさん、ありがとうございます。3位ポテチーさん、ありがとうございます。2位がタンオサカナさん、ありがとうございます。1位マイノくんでした。ありがとうございました。では明日は、
明日はでもあのお話し会の前に多分配信するか、お話し会の合間に配信とかになると思います。ちょっと明日の集合時間によるけどということで金曜日頑張りましょう。行ってきます。バイバーイ。バイバーイ。